国山沢造氏甘沢資源12年2月7日は、モンゴル帝国に仕えた、漢人軍閥の一人である。次は、淳和。関津府、英清県の出身。曽祖父は、死治。祖父は、氏生系。父は、氏平次家。兄は、下か死刑。子は、四角。下北の漢人軍閥で、新帝地方に勢力を誇った軍閥である。 鹿は、金朝に仕えていたが、金朝が、モンゴルの攻勢に押された上に内紛を繰り返した、ことから、1213年に、チンギスカンの有力武将の向かりに降伏して、以後は、モンゴルの家臣となった。兄の四天霊と共に各地を転戦して、武功を挙げたが、下賀ゲ霊が1225年、金朝の軍閥である、竹千を降伏させた直後、今度は、 南宋と内通した、竹千によって殺害されたため、文山沢は、竹千を撃って、下か芸の後を継いで都元水となる。以後は、漢人軍閥の重鎮として、河北の漢人軍閥を率いて、金討伐でも、功績を立てた。モンゴル、南宋戦争が始まると、河北に所領を与えられた久ビ来とトヨを通じた。しかし第四代カ安の門家の時には、 門家とその党派による肝心排斥の動きなどから弾圧され、不遇であった。門家の死後、クビライとアリクブケとの間に争いが起こると、クビライに味方して、その擁立に大きく貢献した。1262年2月には、その継承争いの最中に、三島地方の肝心軍閥であるリノランが起こるが、文山沢はこれに抗応せず、 むしろ鎮圧に功績を立てた。李討伐のために、モンゴル王族カピッチが、文山沢は、幕僚として故障しこれを補佐した。原始巻206半信列伝の李の城によると、李が捕獲されて、討伐軍の司令であった王族カピッチの懲爆の前に、引き出されたが、文山沢は、よろしくすなわちに、これを中止、モテ人心を、 ヤスンズと言って、李は、直ちに中殺されたという。クビライが、第五代の漢に即位すると、最小に認じられて、漢人の軍閥解体と下北の再編、漢人の人材推挙やモンゴルの漢化政策などで、多くの功績を立てた。1268年から本格的に始まった、南宋攻略戦である上ョの戦いでは、アジュと共に、将軍の一人として参戦した。 南宋の名称の旅文館の抵抗には手を焼き、足掛け5年を費やしたが、投石機の攻撃などで、上用の重要な市場である繁盛を陥落させ、そして旅文館の祭祀を使った調略により、1273年には旅文館とその軍勢を投降させるという大抗を立てた。1274年、クビラより南宋攻略の大軍を率いる。 総司令官に任命されたが、高齢のために間もなく、病に倒れた。このため、クビライにバヤンを総司令官にするように推挙した。1275年に死去。氷年74。クビライはその死を惜しみ、地に養王に封じた。この資格が後を継ぎ、カは、元朝を支える、名門貴族として続くことになる。モンゴル帝国において純モンゴル人として偶されていた。 フミヤマサワは、修士などのペルシア語資料では、サムカ・バートルの名前で記されている。この人名は、漢文資料では、三歌抜けととも記されており、フミヤマサワが、紙幣家の三男であることから付けられた通称であると考えられている。修士、クビライ・カーンキは、フミヤマサワイコール、サム・バートルが、南宋遠征の司令官に任命されたが、 その職をバヤンに譲った経緯を以下のように記している。バヤンがそこについて、カーンは30トゥメンのモンゴル軍と80トゥメンの非対軍を整えられた。そして、非対人のアミールの一人で、シャガンバルガスンの出身であり、モンケカーンの知性に、イルになっていて、正しい心で仕えている、サムカバートルを非対軍の長に任命なされた。 前述のバヤンとウリアン海部族出身でスベーデー・バートルの孫のアミール・アジュをモンゴル軍の長に任命された。そして次のように命じられた。全軍の長はサムカ・バートルである。なぜなら彼の規律は厳しく、いつもその務めをよく果たしたからだと。彼らをナンギャスの方へ派遣した。サムカは病のために途中で戻り、両軍どちらの長も、 バイアント、アジュになった。ラシーズ・ディリン、終始、クビライ・カーン・キ。